中高年トレーニーの皆さん、こんにちは。マサ、伊豆の関西人、59歳、もうすぐ還暦、カウントダウン続行中です。いや、あと3週間切っちゃいました。まずは客寄せご挨拶に、僕の今年のビッグスリーのベストを晒しておきます。どうぞご覧ください。一応スクワットは180キロ、ベンチプレスは165キロ、デッドリフトは210キロって感じになってます。還暦を過ぎてもこのビッグスリーのマックスを更新していくように、まだまだガチガチやっていきますので、どうぞよろしく。と言いましても、まあこれ厳密なパワーリフティングのルールにのっとってやってるわけじゃないんで、まあ晴れなんですけれども、僕は圧倒的大多数の中高年トレーニーの皆さんと同じように24時間系のジムに通ってトレーニングしている、試合に出ることもない、まあどっちかというと中高年の健康づくり、健やか健康体操組なんです。まあそういうことで、その辺はまあぬるく見といてください。で、今日のお話なんですが、前回の更新で帯状疱疹体験記というのをアップしました。あの6月上旬に帯状疱疹にかかりまして、ぼちぼち1ヶ月を過ぎようとしているんですけれども、まあ、前回の体験記では帯状疱疹の一般的な体験記だったんですが、今回はちょっとトレーニーに特化したトレーニングと帯状疱疹という感じで、ちょっと体験談をお話ししていきたいと思います。で、例によって動画は僕の最近のベンチプレスの様子です。それを流しながらお話ししていきたいと思います。どうぞよろしく。で、まあ帯状疱疹になりまして、まあ、しばらくトレーニングできなかったんですが、それはまあどっちかというと したくてもできなかったというのが正しいですね。僕はあの最初腰が痛くなったんですよ。で、その痛くなってた腰の部分に発疹ができて、そこを中心に発疹がバーッと広がっていたんですね。ほんで、帯状疱疹の痛みっていうのは、あれは神経痛らしくって、まあ、その間ずっと腰がね、あの骨盤の一番の出っ張りのところ、左側のあそこがずっと痛くって、もう動くたびにビキッてなっちゃったんで、神経痛が。だからとてもトレーニングできる状態じゃなかったです。だからそれで、まあ最初の1週間はまあ何もできないで過ごしていました。その間発疹はどんどん増えていって、ほんで水ぶくれにあって、その水ぶくれが大きくなって、あるいは破れ、あるいはジュクジュクしいって感じになってたんで、まあちょっととてもトレーニングをやる気にはならなかったですね。ほんで帯状疱疹で痛いんですけども、その痛さは常に全体的に痛いって感じで、僕は腰にできたので、いつも衣類の下にあるわけですね。ほんでその衣類が触れるたびにチクチク痛い。もちろんあの痛め止めのロキソニン飲んでたんだけども、それでもチクチク痛くって、ほんで動くたびにチクチクって感じで、なんかもう動くのが億劫になってね、やっぱりそれもとてもトレーニングなんかやろうという気にはならないで、最初の1週間は過ごしました。ほんでもう1週間だって、ちょっと痛みも収まってきて、ほんであのかさぶたも固まってきたんで、あ、ちょっといけそうだなっていう感じで、そこであのトレーニングをリハビリとして再開した感じです。結局2週間何もできませんでした。まあもちろん発症部位によっては、まあ、注意しながらトレーニングを続行することはできるんでしょうね。例えばもう前腕だけにできたとか、上腕だけにできたとか、まあそれだったらあるいはできるかもしれない。例えばレッグプレスとかだったら、まあどこにできるかは極めてあの個人的な問題なんで、まあ各々の発症部位に照らし合わせて、まあ、できることはやっていけばいいんじゃないかなって思います。で、2週間ほど経ったある日、朝起き上がってみたら妙に体が軽くって、もちろん帯状疱疹の痛みはまだちょっとだけ残ってたんだけど、立ち上がったらなんか楽で、あ、これできそうっていうんで、まあちょっとその時ジムに行ってやったのが前回のアップのバックの動画だったんですが、その時何ができるか何ができないかというのを考えた時に、やっぱり腰の痛さ、腰の神経痛があるので、スクレットはまあ無理でしょう、じゃあとりあえずベンチだけやりましょうって感じで、でベンチプレスやったんですが、
普通の足付けベンチだとあれ足で踏ん張った時に腰使っちゃうんで、その時神経痛出たら嫌だなと思ったんで、もう足上げナローにして、もう淡々とベンチを、前回は140キロまで上げたのかな、まあ、それでやってたんですが、なんか足上げベンチはできました。腰に影響なく。その後あれですわ、インクラインベンチをやったんですが、インクラインでどうしても足ついちゃうんで、そしたら110キロ上げた時にちょっと腰がピキューンとなって、あ、やべっと思ったんで、もうそこで中断しました。だから僕の腰の痛みは、足上げベンチはできたんだけども、インクラインはダメでってことで、とりあえず足上げベンチはできてよかったねって感じで、前回のトレーニングだったんです。で、このトレーニングの時に撮影したのはベンチプレスだけなんですが、実はベンチ以外にもいろいろ試していまして、例えばレッグプレス、これ案外できたんですね。腰が痛いのに、腰が痛くなりませんでした。それからできなかったのがラットプルダウン、なんかラットプルダウンできなくってね、どうもあれ上に伸び上がる時に腰が引っ張れて、それがキュピーンって感じになったんで、あれはできませんでした。でもシーティッドロー、ローイング、あれは意外とできましたね。まあそんな感じでいろいろマシーンを、なんかもう見向きもしなくなっていたマシーンを渡り歩いて、これはできる、これはできない、これはできるとやっていたのは、なかなか楽しい体験ではありました。久々にマシーンやったら案外良いので、結構ね、入門段階を過ぎてビッグスリーにこだわり出すとマシン使わなくなっちゃうんだけども、やっぱマシンっていいですよ、もう楽だし、なんといっても。ほんでマシンにはフルスタックを征服する喜びがあるんで、だからマシンを使わなくなった皆さんも、もう一度マシンを見直してみてはどうでしょう。そんなことを思ったりしています。それからトレーニングを再開して痛感したのは、なんか心肺機能がめっちゃ落ちてました。ベンチでそんなハーハー言うことないのにね、なんか100キロ10発やっただけでハーハーバクバク、ハーハーバクバクで、なんかめっちゃ情けない感じになってしまいましたね。これ山トレも行けなくなっちゃったからに違いないんだけど、まあ、何時か心肺機能がダダ落ちした感がありました。ところで皆さんのジムにはインボディって置いてます？体組成計、インボディってやつで、それのインボディ特典で出るじゃないですか。ほんでインボディ特典あげようと思ってトレーニング励みにしてる人も結構いると思うんだけど、僕もそうです。で、あれね、帯状疱疹になる直前測ったら90点あったわけですよ。見てください、これ。体重107キロあるのに90点。まあ、インボディ特典あげたかったら、もう変なダイエットなんか考えないで、もう、体重も体脂肪率の高さも筋肉量でねじ伏せたら90点ぐらい取れちゃうわけですが、それがね、帯状疱疹終わってつい先日チェックしたら84点、ガーンですよ。もうなんかショックで、ショックで、なんかそれがめちゃくちゃショックでした。はい、やっぱトレーニング続けないと筋肉は落ちるわ、心肺機能は落ちるわで、まあいいこと全然ないんですが、まあ何しか一応レベルは落としても再開できたので、また90点を取り戻したいと思っております。で、まあ帯状疱疹に限らず、割と中高年って怪我やら病気で、まあいろいろトレーニングそのものができなくなったり、あるいは特定の部位のトレーニングはできなくなったりということあると思うんですが、まあ、そういう時にどうやってトレーニング継続のモチベーションを維持するか、どうやってトレーニングを続けていくかという心構えなんですが、その時に多分重要になってくるのは、いろいろやってるっていうことじゃないかと僕は思っています。例えばもうベンチオンリー、ベンチしかやんねえとなってる人は、ベンチプレス関連の故障しちゃったら他に何もできなくなるじゃないですか。それってもったいないです。ほんでもうビッグスリーとかまんべんなくやってたら、まあ何かできるかもしんない。だからベンチできなくてもスクワットを伸ばそうとかデッドを伸ばそうとか、そういうことできるかもしれないし、まあその点で考えたらボディメイク系なんか一番いいかもしれないんですが、中高年には。だってボディメイクだったら別にどこ鍛えてもいいわけですから、
まあ、ひょっとしたらもう前腕だけ鍛えちゃってもトレーニングになるし、あるいはカーフだけとかね、そういうのもあるし、また例えば僕実はあの山トレ、山でトレーニングしてるんですけども、それの動画よくアップしてますが、筋トレプラス山トレをやってると、まあ、筋トレでちょっとベンチができなくなっても山走って心肺機能を鍛えましょうという話もできるし、まあ、何しかいろいろ鍛える、トータルのフィットネスレベルを上げましょうという感じでトレーニングをしていったら、何か種目ができなくなってもとにかくトータルのフィットネスレベルを上げる、何かやろうというふうになれば、トレーニングを継続して、まあ、フィットネスを継続することができるんで良いかと思います。だから皆さん、俺はベンチしかやらないなんて言わないで、俺は筋トレしかジムトレしかやらないなんて言わないで、まあ筋トレプラス山トレで規格外のうざいジジイに皆さんもなりませんか。楽しいと思いますと強引にガデン飲水しましたが、まあとにかくいろいろやっているということはとっても大事なことで、例えばもうベンチオンリーの人がベンチできなくなったら、まあスクデットやってみようかという時に、ベンチはそこそこ上がるけども、スクデットが入門者レベルちょっと残念すぎるんで、やっぱ常にビッグ3ぐらいはそこそこどれかをメインにしても、まあ割とそこそこできるようにしておくのは、まあプライドの点でもとても重要かと思います。それに人間の体ってつながってるんで、スクデットが強くなったらベンチも強くなるはずです。俺はそう思っています。だからベンチオンリーの人もベンチオンリーをやめて、スクデットもやって、それから山トレもやりましょうって感じと、まあそんなお話をしている間に、後ろではもうベンチプレスのトレーニング終わっちゃってますが、この日はまあ100キロからまあレップ数を稼ぐ感じで順々に上げていって、まあ、130キロまで上げたんだけど、130キロ2発できたんかな。ほんでそこでちょっともうなんかバランスが維持できなくなったんで、そこで終了って感じで終わりました。はい、まあまだリハビリは始めてまあないんで、本調子を取り戻すのはまだまだ先だと思います。まあぼちぼちやっていきたいと思います。この動画は以上です。それではご視聴ありがとうございました。またね。